県内では今日新たに1696人の新型コロナの陽性が確認されました。自宅療養者は過去最多の1万316人となっています。県はきょう2465件の検査があり、1696人の陽性が確認されたと発表しました。病床使用率は49.8%と50%に迫っている一方、 重症の人はいません過去最多となる1万316人が自宅で療養していますまた基礎疾患がある患者3人が死亡したということです今日の陽性者を市町別に見ると佐賀市で523人、鳥栖市で206人唐津市で182人などとなっています 年代別では30代が最も多く275人、次いで10代が265人、40代が264人など、40代以下で全体の6割を占めています。